コメタス、マゴです。というわけで、現在メキシコのメキシコシティにいます。今日は、メキシコシティをね、軽く街ブラじゃないけど観光したいなと思ってて、まずソカロ広場、なんかメキシコっぽいお土産とかが買える場所があるっていうんで、ちょっと今日はその辺ブラブラしながら最後おいしいご飯食べたいっていう感じ。いや、にしても気候が最高すぎる。ただメキシコも来て思うのがマジで蚊が多いから、いつものごとくね、虫除けをいっぱいして歩いてるって感じ。歩いてます。あー、いいな。朝からタコス食べてる。すごい、のどかなの、よくない？すごいメヒコや、こういうの、これいいな。ケイコケイコ。ちなみにメキシコにもセブンイレブンがある。おお、わ、この屋台とか絶対うまいやん。うわ、みんな立ち食いしてる、うまそう。これぞローカル。あー、いいねー、ローカルだね。いいな、タコスの立ち食いってマジよくない？タコスの立ち食いしたい。なんかうまいタコスかどうかは別として、タコスの立ち食いがしたい。なんか街並みがさ、ヨーロッパを彷彿させるような街並み。これかな、これっぽいな。うわー、綺麗だ。うわー、すげーすげー、見て何が貼ってあるのこれ、すごい綺麗。大きい広い。しかもさ、あそこもさ、なんか有名な教会なんだよね。すごいな。なんかしかもさ、ちょっとさ、のどかなの、よくない？わ、めっちゃいいじゃん。人がいっぱいいるのかと思ったら、まあいるんだけど、なんかみんなの生活の中に広場があるみたいな感じで、結構好きかも。すごいすごい、何このマーク、いや、でかー、これやばいね。うわー、たまらん。すごー、なんかのマークなのかな、シンボル的な。じゃあこんな感じ。えぐー、これが広場だ。向こう側もなんかいろいろと装飾されてる。あれ光んのかな、近くで見ると。おー、鐘が鳴った。いいね、雰囲気出るな。きっと有名な教会なんだろうけど、名前を把握していない。ちなみにこのソカロ広場は本当にもうメキシコシティでかなり有名な、広場。ここの周り、ここを中心に周りにマーケットとか栄えてるって感じじゃない？ちょっと待って、めちゃくちゃ絵になる人を見つけた。どんだけ絵になる？お兄ちゃんたち。やば、メキシコやな、めっちゃメキシコ。シューダデラ、お、ここじゃん。おお、ここか、この中か。すげえ。あったあった、このね、通路ナンバーを覚えておくといいって言ってたんだよね。
外となんかごちゃついてないのがめちゃくちゃいい。うわー、これはなんか掘り出し物を見つけられそうだね。このカラフルな感じがメキシコやな。オラー、わー、いろいろとある。これはすごいわ。カラフルだね。見て、骸骨こんな。すごいメヒコやー、こういうの意外と軽い。あ、いいじゃん、こういうの置物でかわいい。うわ、ここのお店超かわいいんだけど。レストラン、やばー。ちょっと後で入ろうかな。で、ああやって音楽が鳴ってるのがメキシコだよね。うわ、楽しい。でね、自分のお気に入りのお店を見つけたら、こうやって要はどこの道なのかなっていう目印が番号で振られてるから、それを覚えとくといいよって言ってた。いろいろあるな、すごいすごい。これ絶対さ、サルサとか作るやつだよね。あの若盛りとか作るやつ。うわ、やば、こんなのも買えるんだ。でも4000円ぐらい。面白い。シャツとか、はい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 。でも、あー、これめっちゃメキシカン。こういうのめっちゃメキシカンじゃない。ちょっとマヤ文明っぽい。すごい、試着させてくれそう。こうやってもう頭から被るだけない。こうやって、え、かわいい、え、かわいい、めっちゃかわいいしさ、なんかいいわ、ここの開放感が。これいくらなんだ、ハマチズ3600円ぐらい。3000円ちょいだ。え、3000円ちょいだったら安いね。これとかなんだろう、なんかケーキ置くやつとかかな。かわいい。こういうカゴ製品も有名なんだってね。お着物とか、おしゃれ、おしゃれすぎ。あ、ちょっと薄手のタイプもあるんだ。帽子があるやん。革製品がやっぱ有名なんでね。これちょっと暗い色すぎるな。じゃ、買った多分いい革なんだと思うけど、めっちゃ軽い、めっちゃ軽いけど硬い。ちょっと下のやつを試着してみようかな。あ、こういう方がいいな。トライさせてくれるっていう。どうだろう。ああ、なるほどね、いいね、めっちゃいい。何がいいってさ、軽い、本当に。あ、めっちゃいいかもこれ。うわ、これいいな。待って、もともとね、メキシコでこういう帽子ハット有名だから買おうと思ってて。280か。いや、もうちょっとめちゃくちゃ迷ったんだけど、一旦離れることにする。あれ、落ち着かせ。こういう、こういうのかな。ディスシルバー、なるほど。ここはめちゃくちゃ質の高いお店らしい。
あれで9000円ぐらい、1万円ぐらいしちゃう。はあ、すごい。グラシアス。見て、こういうマスクがあるの。メキシコだよね。プロレスってメキシコだよね、確か。革製品。コインケースとかあるの。かわいい。すごい。ここギターのメンテナンス屋さんかな。ほら。キャラシー。わあすごい。うわすごい。職人さんだ。マリアッチ？マリアッチ。マリアッチ。あマリアッチこっちか。ギターね。ギターね。わあすごい。かわいい。すごい、こんなところで作業してんのかっこよ。あすごい、めちゃすくらしやーす。全然買い物とは関係ないんだけどさ、この感じやばくない？あこの市場の感じやばくない？この日が差し込んで、なんて素敵な市場なの。こうやって中行くとね、いろんな雑貨が売ってて、もう穏やかさが伝わるっしょ。こういうので、うわーソースとか入れるんだろうな、こういうので。なんて可愛いの。うわーめっちゃいい。またもう一個いいのを見つけたかもしれない。こっちの方がメキシコっぽくていいな。ちょっとゆるい、ちょっとゆるい。よくない？なんか我ながら似合ってると思う。しかもさ、この皮もう見た感じから質良さそうだよね。ヘチョエンメヒコ、メイドインメキシコってことか。すごい、絶対使えば使うほどってやつじゃない。我ながらに似合ってると思う。これいいな。いくらなんだろう、聞いてみよう。あメキシコといえばやっぱ革製品なんでね、さっきの商品に比べたらこっちの方がメキシコっぽくていいかな。ユカタンとかさ、ディズニーとかディズニーとかでよく聞くユカタンとかってメキシコだからね。聞いてみよう。 AH100 and 50。 あー8000円ぐらい。おーやっぱそれなりにするよね。めちゃすくらしやーす。イエーイ。というわけで買っちゃった。めっちゃ嬉しい。嬉しい、嬉しすぎる。しかもさ、これ本革なんだけど、これで7000円ぐらい。安い、めっちゃ安いよね。うわ嬉しい、マジで。これがね、ずっとメキシコ来たらハットは絶対欲しかったから、自分に合うものが見つけられてよかった。最後の最後でいい買い物ができた。今回の旅はこのハットを相棒に旅していくわ。よし、じゃあちょっとここを出るかな。というわけで、あれからまたまた時間が経ち、夜です。で、しかも雨がさ降ってさ、ちょっと半袖だと寒いかなっていうぐらいの気温。意外とねメキシコシティそんな感じなんよ。この間行ったロサンゼルスもそうだったんで。で今からちょっとまたご飯を食べに来ました。なんか今回はねメキシコシティにもともと住んでた私の前の会社の先輩のおすすめのお店に向かってます。寒い。お、ビビった、やってないかと思った。あったー、めっちゃうまそう。
誰一人いないんだけど、まあ、こちらとしては嬉しいけど貸し切り状態でメニューこんな感じ。おじちゃんもう隣で待機してくれてる。ビーフチーズベーコンはい、あ、ワンタコ、あ、スペシャルオーダータコ、野菜ってうまい、飲めた、あ、オッケーオッケー、ベーコン、うん、相変わらずこうやってきてトッピングしていくっていう感じ。見て、初めてなんだけどこの形タコス、これもライン、うわこれやばいね、これ絶対うまいぞ。いただきます。これやばいな、マジでうまそう。うわどうやって食べるんだよ、こうやって、こうやってここにサルサ具だくさん、絶対うまいや、もううまいもん。アボカド、最後辛味ソースかなこれ、もうめっちゃたっぷり、こういうのは豪快にいかないんだね。ライうまそう、こんなのうまいよね、絶対うまいに決まってる。こんな感じ、絶対うまいに決まってる。実食、うん、うまい、うわ辛みが最高、メキシカンの辛み好きだな。このタバスコって言ったらなんか物足りなさあるけど、あのこっち系の辛さだよね。うまー、玉ねぎもシャキシャキ、うーん、結構結構うまい。あとねこのトルティーヤ、これがうまいんだよ。うーん、チーズかかってるから濃い感じかなと思ったけど、こんなこともない。ほら結構しっかり具があるのとさ、あとはやっぱサルサ多めに入れたいからね。意外と具よりもサルサが重要なのかなと思ったり、ガチで何個でもいける。お肉も歯ごたえしっかりある。結構さ細かくじゃなくてバンバンバンってぶつ切りだから、それがまた歯ごたえが残って美味しい。えぐいわ。ほい、これさちょっと衝撃だったんだけど、今までサルサってこの具だくさんのやつだけかと思ったんだけど、サルサってメキシコでソースのことらしいよ。これ知らなかったの私だけ？今の今まで知らなかった。でサルサベルデっていう緑のサルサがこの真ん中のやつで、一番右の赤い方がサルサロバっていうサルサなんだって。だ緑の方がグリーントマト、パクチー、ハラペーニョをベースに使ったサルサベルデで、赤い方が完熟トマト、唐辛子をベースに作ったサルサらしい。全部サルサだった、まさかの。ガチでサルサがうまい。うまかった。ごちそうさまでした。さあ、というわけで今回の動画こんな感じでした。見て。なんかさ、帰り道さ、歩いてたらさ、ちょっと有名そうなシンボルがあった。すごくない？てかこうやって見るとさ、高い建物もやっぱメキシコシティ多いんよな。さすがシティ。めちゃくちゃうまかった、そんなことより。本当にさ、こっちのタコスってなんであんなにうまいのってなっちゃう。
あの大人もね、本当指までペロリしたくなっちゃうぐらい美味しかったです。ちょっと待ってね、場所が分かんないから。これがこっちかな。ぜひね、メキシコシティ来た際には街ブラマストでやってください。もうすっごいな、ここすっごい人気じゃない。見て、えぐ行列になってた。まあそんなお店が多いんで、メキシコシティ超楽しい、来てみてください。というわけで今回の動画、メキシコシティ来てみたいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、あとはコメントよろしくお願いします。インスタグラムの方もやっておりますので、そちらもぜひフォローとチェックしてみてください。今回も見てくれてむちゃすぐらし、また次の場所でお会いしましょう。アディオー。That's where